殺戮に至る病を読みましたが、2回目を読みませんでした。理由は必ず2回目を読むという前情報があったため、1回目で暗記しながら読んだためです。でも2回目は読んではいませんが、記憶上では半数はしました。あ、残念。記憶上の半数だと理解できない点があるので、そこを失ってますね。はい、残念でした。